9番ファースト駒田であります。そして牧原は7番に入りました。うわー、第9史上20人目の快挙であります。そして今シーズンはこれが4試合目の登板なんですが、早くも中尾が打つ、レフトはスミス。まあ何しろこの人のピッチングを見てますと、新宅さん、何かこう気持ちがあれですね、楽しくなりますね。そうですね、本当に見たと気持ちいいですね。地元愛知県は大府高校出身です。ですからまあ彼の顔がものすごくね引き締まったりところですよね。ああ、スターらしくなったですよね。なるほど。セカンドゴロです。やっぱりただスピードがあるだけじゃ抑えられないですよね。画面に出てまいります、この今シーズン2度目のリリーフになります牧原。熾烈な V 争いをしている時の名古屋球場のような雰囲気になってきましたね。そうですね、はい、さあ引っ張りました。これ踏ん張ってましたから、そういう点でずっと盛り上がってたんじゃないですかね。宇川に変わりましてマウンドに上がりました。これは痛かったですね。7回から登板の牧原です。さあこの牧原を含めて21人いるんですが、次に先発した試合で勝利投手になったのは牧原。そうですね、はい、初登板で完封勝利をしましたね、はいはい、その後に江川が重視、これは豪華メンバーですよね。バッターボックスは田尾です。次はセカンドゴロです。3打数の1安打。馴染み深い、なんていうんですかね、印象深いマウンドなんですね。そうですね、高校3年生の時の夏の大会。ワンツーです。今日はご両親がね、三塁側の内野スタンドで観戦中です、まあ、そういったこともあるかもしれませんが、ツースリーからあるんじゃないでしょうかね。いやー、それそうかもしれんねただフォアボールが多いと困っちゃうね。あー、なるほど。それでね、マキャラみたいなこういう速い150だったらもうとっても打てないですよね、はい、そうこれはレッドへスミス、ね、ストレートが150いくつあるでしょ、はい、それでカーブが110何キロなんですよね。4番の矢沢、ツーナッシングと追い込まれて、カーブがね1キロ差ぐらいありますからね、ストレートとの。これで速いのと遅いのと、こういった2種類のカーブでも覚えるとね。そうです。さあ深いところから